一日中彼岸花咲き乱れる孤島彼岸島。この森と海しかない島には、凶暴な力を持った吸血鬼たちが支配していた。生き残った人間たちは吸血鬼壊滅を願い果てしない戦いに挑む。この島から出られると思うなよ、マルスケデブ。この海にはたくさんの邪気たちがいる。はぁ、はぁ、何この化け物は。鬼ともエサだ、食らうがよい。嫌だし見たくない。あははは。さっきまでの異性はどうした。怖いか、人間よ、己の非力さに嘆くがよい。うわぁ、なんだ夢か。初夢がこれとか、嫌な感じしかしねえぞ。海流さん起きました。じゃあ対戦動画始めますか。ということで今回使っていくのはミガルーサ。ミガルーサは種族値が中途半端なので、とあるポケモンの補助を入れて、初心者でも使える方にするよ。今のシルエットで嫌な予感しかしない。霊夢さんわかってると思いますが、新年初の動画ですよ。都合悪くなったら雑なパロディするのやめて。さあ、選出ね。お相手さんはフェリッパー、クローゼル、大回電、ファイアローフワライド、マスカーニャだな。うわぁ、何ですかこのダイアットは。バカ野郎お前。いいだろそんなこと。ほら、飲め飲め。未成年に酒進めちゃダメでしょ。やめんか、幻想郷は日本の法律が通用しないから未成年でも飲酒は可能なのじゃ。ちゃんと知っておるのか。東方の設定を。やっぱり彼岸島みたいな構文で話してる。基本的にやることはこの構築は決まってるから、先発フワライド、ミガルーサ、オーロンゲでいくわ。了解です。金年さん対戦よろしくお願いします。お相手さんの初手はファイアローだな。まあ、追い風しようがやることは変わりないわね。うわぁ、戦う気なくてくさ。まあ、そうなるよね。オーバーのフワライドは印象深いですしね。はぁ、はぁ、やっぱりね、クソみてぇな技出しやがって。いや、私たちがやろうとしてたことのがお相手さんからしたらクソでしょ。ふざけんな、オーロンゲ出てこい、焼き鳥がいるぞ。なんだと機能停止にする。フワライドが機能停止は想定済みで、電磁波を使って麻痺運ゲーのプランにもちゃんと用意してるぜ。なるほどです。やることが決まってる分、失敗したプランは用意しないとダメですもんね。というわけで電磁波打っちゃうわ。当たったよ、電磁波が。でかした。にしても、今日の霊夢さんとマリサさんのテンションおかしくないですか？確かにそうだね。お、早速まつってるね。ああ、それは今日は彼岸島パロ会だからだと思うね。そうよ、パロをやるなら徹底的にね。というわけで両壁張っていくわ。お相手さんは交代だね。出てきたのは大回電図が流行ってタイプも優秀な鳥ポケモンだね。でも、100均のサンダー感は否めないですね。やめんか、一応図はサンダーに勝っているんじゃ。よし、両壁は晴れたわね。次はまたフワライドに交代するか。そうね、若干リスキーだけど両壁あるしね。あ、雷外れた。これ、交代した時に外れて欲しかったですね。まあ、たられば言っても意味ないわ。ここでまたフワライド再出陣ですね。お疲れ様、オーロンゲ。いい仕事だったぜ。フワライド降臨だよ。さあ、ここで雷当たるか、それともボルチェンか。おお、これはラッキーだね。でも、特性が追い風すると充電する特性を持ってるので、下手したら3立てされる可能性があるから注意が必要です。まあ、フワライドは HP 高いし、タスキだからある程度は大丈夫ね。不安だな。今年は運に恵まれてるな。相手からしたら大ファンものだね。じゃあ、もっと大ファン案件にしてやりましょう。このままどんどん小さくなるを打っていくわ。そんじゃ、こっからは積み終わるまで加速だな。了解です、時は加速する。よし、限界まで詰めたわね。ここまで回避率が上がると鬼氷を思い出すね。やめんか、もう鬼氷は弱体化したんじゃ。とりあえず、これで身代わり出して次交代ね。いやぁ、ここまで自分の戦略がハマるのは気持ちいいわ。だんだんお相手さんが気の毒になってきた。悲しいけどこれは対戦なんだよ、どんなに辛くても対戦なんだ。どうしたんですか急に。彼岸島最新話のカッタンってキャラのセリフ。あ、よし、前段回避で本日の主役に交代できるわね。フワライド早くやってくれたぜ。またよろしくね。というわけで今日の主役登場だな。そうね、行ってきなさいミガルーサ。この魚がどんな活躍をするんでしょうか。まず、このサンマは特性型破りを持っているわ。これが第一の採用ポイント。なるほど、今の環境は型破りが強いもんね。そして、二つ目の採用ポイントは専用技身を削る。この技は速攻、攻撃、素早さを2分の1、ダメージを受ける代わりに一段階上げることが可能になってるぜ。強いっちゃ、強いけどミガルーサの耐久じゃあんまり意味ないね。
そう、でも、クワライドを使うことでニガルータはとんでもなく強くなるわ。そして、このアシスト。霊力 20×10 に20霊力260のアシストパワーになるぜ。さらに、特攻2段階上がってるから止められないね。これが私とマリサが考えたフワルーサイン彼岸島よ。彼岸島要素なくない？止めんか、なかなか死なないのは吸血鬼と共通なんじゃ。よし、大回転突破ね。生態中だからタッチないと耐えれないね。そして、お相手さんはコウさんですね。金面さん対戦ありがとうございました。2戦目もバンバン行こう。よし、2戦目ね。いや、待ってください選手は。毒ガチ忘れちゃいました。ふざけんなみんなでてこい間抜けがいるぞ。なんだとマルス。ちょ、やめ、ごめんなさいでも、結構いい試合だから許して。本当ですか？マジで良い試合じゃないとちょっと視聴者さんは許してくれませんよ。まあ、見てから判断しよう。出てきたのはドドゲザンですね。来たわねドドゲザン。ああ、電磁波しかされちゃった。まあ、いたずら心の特性上仕方ないね。とりあえずソウルクラッシュで可能な範囲まで削るわ。ここはプラン C で行きましょう。プラン C？ クワライドで済まないの？この構築はドドゲザンに注意して動かないと速攻で積みかねないんだよな。そう、ドドゲザンの専用技ドゲザンは必中技で剣の前を小さくなる打ってる間にされたら終わりよ。なるほど、そのためのプラン C なんだね。まあ、プラン C は後に解説するとして、一回壁挟むはミガルーサに保険はある程度残したいし。ミガルーサはペライから気休め程度だろうけどね。お相手さんは交代よりのドゲザンですね。安心しなさい、ドドゲザン。やられるまで居座ってやるわ。前の試合だとアシスト。くらいしかまともな攻撃技なかったけど大丈夫なの？それを大丈夫にするためにテラスタルがあるんじゃない。壁を張って身を削るを安定して行う、これがプラン C よ。なるほどね。ドドゲザンのアイアンヘッド、オーロンゲダウンだね。オーロンゲお疲れ様。よく頑張ってくれたぜ。ミガルーサ降臨です。よし、ドドゲザンは悪技を打ってくるだろうからテラスタルで悪技を半減してやるわ。なるほど、当倍なら2段階上昇すれれば勝てるかも。ところで話が変わるんですけど、彼岸島ってどんな漫画なんですか？一言で表すなら、ホラーサバイバルと見せかけたアクションシリアスギャグ漫画よ。手っ取り早く彼岸島を知りたいなら彼岸島 X が YouTube で配信されてるからそれを見るのがおすすめだよ。まあ、あれだけ見るとギャグ漫画にしか見えないけどな。ちなみに山寺宏一さんが伝説の五神役をやったのが彼岸島よ。山寺さんやむちゃしやがって。ドドゲザンは不意打ち、これならテラスタルしなくてもよかったかも。このミガルーサがやられたら後続がゴースト技半減、向こうにしてきたら済むからノーダメが言いに越したことはないぜ。確かにそれはそうだね。それじゃあ、テラバーストを打ってドドゲザン突破ね。しかし、お相手さんは交代だね。不意打ち圏内まで裏のポケモンで削る気ですね。出てきたのはラウドボーンフェアリー半減だね。さあ、どこまで削れる？微妙い。これ、次のアシストパワーでどれだけ削れるかで決まるね。ここで食べ残しはきついな。ここはミガルーサの火力を信じるしかないね。ちなみにミガルーサの C は78です。押すしかない。かっけーよー。お前が最強だ。ここでミガルーサの肩破りがいきましたね。ミガルーサのアシストパワー気持ちよすぎだろ。ここでドドゲザンが帰ってきましたね。総大将で火力が上がってるから油断は禁物ね。関係ないテラバーストを食らえ。よしよしよし、あと一体だぜ。これはワクワクものだね。これは想像以上に良いバトルしてるね。最後の一騎はテブレイブですね。壁があるから氷も潰せは耐えると思うけど、ミガルーサがやられてもフワライドがいるから多分押し切れる。そうだな、ミガルーサはよく頑張ってくれたぜ。うん、確か。セブレイブの A は145だから多分やられちゃいますね。ん？自信？あ、これならいけるかも。ここでお相手さんは降参だね。だから言ったでしょ？いい試合だったって。一三対戦ありがとうございました。次も対戦動画頑張っていくからチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。